で今なんかかかりこむがかかりこむら戻ってきていろいろミニチャレンジをやってたんですけど、でインパ様の話もう一回聞こうかなって思って来たら、なんかパーヤ泣いてるんですよ、めちゃくちゃ。パーヤさん泣いてるんで、ちょっと話しかけてみます。ニーク様、ちょっと目を離した隙に、パーヤはどうすれば、どうしたんですか。おお、ほんまや、宝珠がなくなってる。盗まれてしまったんです。銀河団じゃね、銀河団、イーガ団か、あそうイーガ団です、イーガ団じゃね。いや、やっとやっとあの宝珠の謎が分かったところでしたので。謎、どんな謎やったん。この宝珠に認められし者、いにしえの加護源パオヤのこの宝珠に認められし者とは、ま、あなた、あそなたのことだと。寝る間も惜しんで、ありがとう、僕のために。そして古のカーゴとは村の高台にあるような古代の祠のことであり、うんうんうん、そしてまたあの宝珠は祠を開く謎で鍵であることを突き止め、それらはそなたに伝えるべき待っていた矢先にこのようなことに。あ、マジか、ごめん遅かったか。パオヤは朝から夕刻まで毎日宝珠を磨いておりました。めちゃくちゃいい子、素晴らしいな。闇夜に乗じて何者かが忍び込んだことは間違いないのですが、ここは部外者は入れる場所。この村にそのようなことをする者はおらぬと信じておりますが。祠チャレンジ来た。悪意を持った者がこの神聖な場に、祖母が無事であったから何よりです。パーヤ恐ろしゅうございます。いや、気にせず任してくれ、リンクに任して。リンクやパースカーブでおる。そこもまだ近くにおるやもしれん。しばらくパーヤのそばにいてくれぬか。あ、なるほどね。すぐ行くんじゃなくて、さっきパーヤさんの気持ちを優先しろと。あ、わかりました。リンク、いいやつ。いやー、難しいね。リンクのために磨いてくれてたのに、ほんまに。リンクもパーヤのために。人肌脱ぐと。リンク様ありがとうございました。いえいえ、リンク様が一日中そばにいてくださったおかげで。あ、一日中いてたんや、リンクやるな。私も盗人の立ち向かう勇気が、あ、湧いて、なるほどなるほど。泣いてばかりいられませんね。ドゥランやボガードにも確認いたしましたが、村人以外は見かけていないと。じゃあそいつらが怪しくない。私も宝珠が盗まれたとその夜のことをもう一度思い出してみようと思いますが、盗人はまだ近くに潜んでいるかもしれません。夜に怪しい動きをするものを見つけても決して近づかぬよう。てか、やっぱりボディーガードが怪しくね。ごめん、何回もごめん、すいません。そうですね、人の日記を読むのは良くないですね、間違いない。ごめんなさい、勝手なことをして。じゃあとりあえず一旦ボディーガードに話を聞きます。です。話、事情調査してもらいます。俺にすっとめ、毎日ジュランと見張っておるというのは一体どうやって村人映画この屋敷を近づくことさえできぬはず。村人通ったん、村人なら誰でも出入りできますので。先日屋敷に訪れたラズリちゃんとメロスさんだけですよ。いつもは昼間に来るんですか。そういえば最近夜に来ることが多いな。あなたいつも昼間は忙しいでしょうから夜にのんびりしたいんでしょうな。おお、そいつらも怪しい。しかし一体誰が宝珠を。この屋敷に出入りしているものはありましたが、皆村の者、怪しい者など誰一人おりませんでした。誰が通った。昨日この屋敷に出入りした者は福屋のラズリと梅園のメロバーぐらいですかね。他に怪しいものは見ておりません。じゃあそのメロバーか、そのラズリっていう人が怪しいんじゃね。けどメロバーさんは確か梅園にいつもいるから。あ、いるね。こんばんは。
ゃあ私何か言おうかね。夜は何してる？夜ちょっと。そうですね。急にごめんなさい。あれ？怪しい。心の内までリンク読めるからね。何のことかな。夜はぐっすり眠るだけじゃわい。ほんまに？おいしょ。じゃあラズリさんどこ行きます？いやごめんごめんごめん。いや普通にちょっとリンゴ回収しようと思って。とメロさんごめん、そういうつもりじゃなかったんですよ。年上好きはいいことじゃが、私は人妻、そこを踏み込んではならんぞ。いや分かってます、リンクにはゼルダがいるんで。そんな、まあ、リンクの方が正味年上なんですけどね、100歳超えてるんで。このメロばあさんも追ってきたんですけど、危なー、今の風でバレッ、もう話しかけていい感じやと思ったら全然ちゃうかった。ん、何がこんなところに 何もないぞ。そこにそこには何もないよ。まさかお前が犯人なんじゃないか。おいメロ、グホ、まさかお前が犯人か。見られてしまうとはの。実は私大の人参、いやその人参好きかーい。だがうちのじいさんは大嫌い、うん、なるほどね。だからこうやって時々こっそり人参は食べとるんじゃよ。いやこっそりしゃんでいいと思うけどね。インパさんの屋敷の飾りとるあれかの、盗んだ。ゴーゴー、どっちにも取れる怪しいこと。年寄りに対して何ちゅうことを。びっくりして人参が詰まるかと思ったわよ。そうっすよね、すいません。 今のはリンクが悪い。私の大切な梅園はそもそもインパ様が送ってくださったもの、あれは宝じゃ。インパ様には返す恩はあってもあだはないわい。つったく最初金の若いもん。いやってことはやっぱりボディーガードとか門番の人が怪しいんですよね、やっぱり。やっぱりラズリーって確か呉服屋の人やったよね。え、自然にしとかん。どういうこと。ここまで来る。いや二人とも怪しすぎ。けどちょっと待って、こいつが怪しいねんけど。ごめんごめん。いやしかないですよ。ちょ一旦最近忍びの服っていうのをあの服屋で買ったんで、ちょっとそれを着させていただいて。いや走って、まだ早い。スクープ取るためにはもうこれで追いかけていくしかないでしょ。え、こいつじゃん。あっ、ぶなぶな、嘘でしょ、嘘でしょ。いや、知らないですよ、知らないですよ。だってバレたらあかんのかな。らしきところまで来た。なんかしてる、何かしてますね。あれ、これ話しかけていいボタン。まあでも止まってるし。こんにちは、ノア。ごめん驚かせて、後ろから連れてきました。あー、さすがにもう隠しきれないかな。クラリンにも内緒だったのに。ここまでは昔好きだった彼が眠っている。あ、なるほどね、見た感じお墓ですもんね。確かに、もうまあまあもう随分前の話だけどね。時々こうやって会いに来てるんだ。宝珠はどこ。いやリンク、お前人の気持ちは何やと思ってんね。宝珠、そうっすよね。インパ様のお屋敷に飾られてるあれ盗んだ。いやダイレクトリーすぎんかリンク。はあ、なんで私があんなものを盗まないといけないの。
あんなものっていう言い方もどうかと思うけどね。まさかそれで私を疑ってついてきたの、まあ、そうですね。はい。まあ最低、うん、まあ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 、これは難しい話ですね。いやごめんね、ごめんなさい、ついてそういうつもりでもなかったんですよ。やっぱこうね、誰かのためを思うとやっぱ誰かを犠牲にしないといけないっていうところもあったりするかなと。最低すいません。まあそうですね、同じ、ごめんなさい、ちょっとありがとうございました。すいません、お邪魔しました。こうしてはオレンって書いてる。ちょっと待って、あいつがズランだね。リンクね、耳がいいからね。スクープだ、スクープだ。こいつが犯人じゃ違いねえ。このスクープ写真やからな。スクープ写真です。スクープ写真いただきました。誰もおらんな。いや後ろについてきてますよ。あーバレました。おお、すいません、バレるから。そのまま、あこ行ったらダッシュで行こう。あこ曲がりで、ダッシュで曲がりきっていったらダッシュで行こう。上登っていったら見えんくなったらダッシュで駆けつけて、忍びのようにね。いませんよ、ごめんなさい、いませんよ。いや、あいつちゃん、お前やろ、おい、いか、いや、そんな、ちょっと、もうちょい奥行ってもらっていいですか。あ、ここが、多分祠がある場所やと。どこだ、出てこい。いや、お前のことやねんけど、言いたいな。ちょっとこっちから白っぽい行きますか。はっ、忍びのようにね。これどうしたらいいの、もう出て行っていいの。あれ、いやお前が犯人だろ。いるんだろ、隠れてない、出てこい。え、お前じゃないの、出たー。やっぱいい画壇だったー。そんな大きい声を出さなくても私はここにいますよ。宝珠盗んだのはお前だな。あ、敵じゃなかったんや。クックック、怖い顔ですね。思った通り、この宝珠はあなたたちの村にとって相当大切なものらしいですね。なぜ盗んだいなど。おやおや、その言葉心外ですね。先に組織を抜けたいと言ったのはドゥラン、あなたではない。え、あれ、ドゥラン、お前いい画壇やったん。組織を抜けるということはどういうことか、あなたが一番ご存知のはずでは。しかし、あなたは最後にいい仕事をしてくれました。え、何それ。あなたが始末は後回しにします。まずは、いや、そんなとこに入れなかったはずやで。隠れてましたよ、ちゃんと言わかげに。そちらに隠れている剣士様のお命からいただくことにしましょう。爆弾が強いことがね、まあ、気づいたわけですよ、このクラスになってから。爆弾だけで殺しちゃうかもしれん。ごめん、ごめんなさい、爆弾だけで殺しちゃいました。すみません、ちょっと強くなっちゃったもんで僕。
いや爆弾つえ、まさか後をつけられていたとは。いやそうっすよ、あんな独り言大きい声で言ってたらさバレますよ。お気づきだと思いますが、今回のことは全て私が招いたことなのです。隠していることもでも仕方ありません、実は。ですよね、 E 型の人間なんですよ。しかし妻と出会いに恵まれ、私は考えを改め、そして E 型から足を洗おうとしました。足を洗おうとし、あ、できてなかったんや。しかしそのことを妻は命を奪われて、ああなるほどね。私はこれ以上家族に魔の手が及ばない門番という立場を利用し、あいつらにこの村のあなたの情報を、いやクソ野郎、クソ野郎やんお前、やっぱりクソ野郎じゃねえか。しかし私は再度決意したのです、あいつらを縁と切ること。いや無理やろ、一回やそういうやつに限ってもう一回何回もやってくるよね。やっぱそういうなんか考え方というか価値観ってぶれないよね。子供たちなら私の手で守れる、そう考えたのです。いやどうかな。しかしあいつらは卑怯にもインパ様、パーヤ様にまで奥の手を、魔の手を、いやそこまでちゃんと考えてやってほしかったね、エンズランさん。まあ僕は許しませんけどね。ご存知かと思いますが、この法事は古の祠をも、開く謎だと、鍵だと、私たちは扱うことができませんでしたが、あなた様ならきっと、まずあなたの処罰を考えましょう。あなた様のようやくに立てることがパヤ様の皆の願いです。それは分かってるよ。でもあなた の処罰をまず最優先に考えたいと思ってます。さあこの法事を台座にお納めください。もうこいつなんかめっちゃ指示してくるやん。どうなんのこれ。あ、なるほどね、出てくるんや。なんかやった気もするな。ちょこちょこ祠も解放してきてるからね。ああなるほどね。トゥル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 、やったー、祠だ。え、お、祠だ。やはりその法事は祠を開く鍵だったのですね。よかった、リンク様、その勝手なお願いだと分かっておりますが、今回のこと、いや無理でしょ、君の行った行いはね、責任は許してくれませんよ、やっぱり。これね、僕がやっぱり処罰というか、インパ様にお話をつけて、インパ様にあなたの処遇を決めてもらおうと思います。いやそれ分かって、子供たちも辛い思いをさせてしまうの分かってんねんけど、やっぱこれ、それとこれとはね、村を危険させたこととのそれ違うと思うんですよね。僕は伝えるもの、償えるものではないと分かっておりますが、これから命をかけて語るつもりです、守るつもりです。ほんまかいな、村も家族も。一回村裏切ったやつか、お前いけるんけ、そんなん無理じゃね、無理でしょ。さあどんな祠なんでしょうか。ラーナロキの祝福、え、何もないやん。あ、祝福って書いてるやつは特に何もないんや。宝畑で強無心の体験、シー家族の持つ刀作りの技術を両刃の剣に用いた珍しい武器、片手刃の剣の扱いに慣れてないハイラル剣士のために作れた。なるほど、欲しいそれ。これをもらおう。で、まあシーカストーンじゃなくていい、もろうてね。私もろうて、まあ、一旦ちょっとインパ様のところに戻ります。で、チクります。僕はチクらしてもらいます。許されることではないと思います、僕は。今インパ様にチクっておこうと思います。インパ様、おお、あれ、あー、記憶を見た、一回見たから、その記憶の、あ、な、た、一回見たら、俺、お前のインパのところに来いって言ってたから、その
やつね。はいはいはい。そうそう、写し絵の記憶のやつ。あれ伝えられへんのまさかこれ。チクられへんのか。パーヤさん。ああ、リンク様。パーヤ、至らなかったばかり。法事が、法事が。実はね、ドゥランが裏切り者だったんだよ。では、あの法事は無事にお役目を果たしたのですね。よかった。どういった形であれ、私たちと守っていたものがリンク様のお力になればなったのであれば、これほど嬉しいことはありません。これからもリンク様に古の神々のご加護があります。こいつほんま優しいな。パーヤさん、もうありがとうございます。もう命に代えても守りますわ。みんな、あいつ誰、今なんか敵倒してここにいる。で、敵倒したんですけど、もう一回こっち側もう一回戻ろうと思ってこうやって下ってできたら、下ろうと思ったら、なんか大根みたいな。こいつ誰？キュッキュルン。ボクリン？キュルン。キミチン、ボクチン見えるの？見えますよ、そりゃ。なんかめっちゃ目立ってて、大根みたいなやつおるなと思って。やったやった、キュンキュンキュン。100年ぶりにボクチンが見る人登場。ボクチンはボックリン。みんなボクチンが見えないから困ってたの。とにかく聞いて、うんうん。ボクチンの大事な、あれさっきオフラインで捕まえたかもしれん。オフレコで。お腹すぐあそこの魔物たちに隠されちゃってさ。ですよね。なんか魔物たちの宝箱にあって、キュルン、キュルン、もしかしてそれって、そうそうそう、ボクチンのお腹す取り返してくれたんで、そう、うん、そういうつもりじゃなかったんけど、なんか捕まえてたわ。そんな簡単にあげていいの？大事なマラカスミニチャレンジ。でもコンプリートしたくね。嬉しいキルン。あ、でも聞いて、ボクチンのマラカス中に入ったコログの実がなくなってて、いつもの音が出ないキュン。コログの実を一つでも歌って踊っていつもの力でお礼ができると思うんだ。なるほどね、コログの実はここで活用されるんや。例えばキミチンのポーチを大きくしちゃうとか。お、いいね、頼みます。キュン15、コログの実、キミチン、うん、コログの実一つくれたらお礼にお好きなポーチ、じゃあお願いします。キュルン、キュルン、いいね、いいね、うん、じゃあ武器ポーチじゃない。正直すごい、てかかわいい、踊りかわいすぎん。やった、武器ポーチ増えた。タララーン、センキュー、なったなった、大きくなった武器ポーチ。くんくん、君ちにまだコログ持ってるね。はい、もっと大きくしよう。じゃあ武器ポーチお願いします。コログの実2個、まさかこれ1個2個3個4個みたいな増えてくるパターンですか。かしこまりました。じゃあ君ちも一緒に踊って。リンク踊ってないけどね。やったナイス、武器ポーチ増えてるのは嬉しいよ。なった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 、大きくなった武器ポーチ。キャッ、あ、もうこんな、え、定時で帰る人ですか、まさか。早く帰らないとおじいちゃんに怒られちゃう。おじいちゃんってあんたも見た目おじいちゃんっぽいですけどね。キミチンごめんね、僕ちんもう帰らなきゃ。でもコログの実はまだまだ足りないから、見つけたらコログの森まで持ってきて。コログの森なんかあるん？とにかく北にあるよ、コログの宮。森は、とにかく北にある。なるほど。おじいちゃんが迷子になったらハイリア川沿いに北に進め。なるほど。って言ってたが、多分そうだよ。キュルン、まだお話しちゃう？あなたは？あら、そういえばちゃんと自己紹介しなかった。ボクチン、ボックリン。コログの森の音楽家さ。あ、音楽家ない。あ、だからマラカス持ってるんだね。キミチンも一緒に踊って。ごめん、衝撃的すぎて一回止まったわ。コログの実っていうのはコログの子供たちのちょっと硬い、いや、うんこって書いてましたよ、うんちって書いてましたよ、説明書のところに。
いや、じゃあさよなら、バイバーイ。ピカピカ。おお。ごめんなさい。でも一回投げてみたくなっちゃったんで。ごめんね。作ってるの。はい。おはようっす。いやー、きついっす。何してるの？家を壊してるんですよ。この家誰も住んでないし古いんで、ハテナ村の全員一で壊すことになったっていう感じで、こうなんか話しかけていったら壊すみたいなこと言ってて。ここに住んでた人がお城の宮使いに行ってから、それからずっと手づかずらしいですよ。大変ですね。で、ああ、で家壊してるらしいんですよね。で、この選択肢の中にここ解体みたいなのがあって、じゃあここ解体ってすると自分に言われても困るって言って、なんか社長に言ってほしいみたいなこと言われて、社長を探してたんですけど、社長がまあ中にもおらんねん、おらんみたいな。壊してる。いや、かわしてください。知らん、社長に聞け。おお、何してんの？なんで？どうして？どこに？知らんように。はい。そうですよね。うん。そうなんですよね。はい。うむ。えのきだ。キノコマッシュですね。じゃあこの人は社長とかなの？うん。おはん。私に何かよ。何してるの？見ての通り使われてない家を壊してるところよ。このご時世なかなか買い手がつかなくてね、村の人たちの意見で壊そうって決まった。いや、ちょっとここ買わしてもらっていいですか？ああ。なんなのこの子いきなり買うって。まあいいわ、説明してあげる。この家で長年使われてないから村の会議で取り壊すことになったのよ。だから。5万ルピーそれはちょっときついな。てかだいぶきついっすね。今2000ルピーぐらいしかないから。うん、だから買ってたら。いやでもそれぐらい欲しいんです。まあ無理しちゃっていいわ、その前のめりの姿勢まるで昔の話を見てなので、こいつに面影があるぜみたいな。うん、いいわよいいわよあなたよし、じゃあここ特別に。おお、3000ルピー。え、めっちゃ10分の1ぐらいか。めっちゃありがたい、それは。うん、この代わり薪の束30個持ってきてください。ちょうだい、ここにも入れると物入れでね。分かったら言って、そしてあなたの本気を見せてちょうだい。と、そうだ、はーい、はーい。えのきだ、かつらだ。なんか面白いな、みんなダーついてるな手を止めて。おーい、はい、ガッテン。よし、3000ルピー貯めたんで、話していこうかな。カツラだ、いや、えのきだ。そう、桜だ。チャオー。3000ルピー用意できましたよ。マジ？じゃあ本当に3000ルピーもらおうよ。男に二言はないわね。はい、ないですよ。いやー、男気感じる。じゃあいただくもんはいただいちゃいますね。痛えけど、ここにあんなに大金をこの枠さえ出しちゃうなんて本当男臭いわ。おまけで売れ残りの武器スタンドを置いといたから使うといいわ。さて次のお仕事は、えのきたにあっかれ地方を開拓してもらうあれがあったか。今度ね、えのきたにあっかれ地方を開拓してもらうことにしたの。開拓？ええ、事業拡大でね。うんうんうん。そろそろ出発してもらおうと思っているから、あなたからもえのきだに何か言っただけ。あ、なるほどね。転職というか、転職じゃないな、移転、転勤か。 OK、 じゃあえのきださん、このキノコマッシュルーム型の、ん、何してるの？休憩だ。ってことはあの家お前が買ったのか。はい、若いにはやるんじゃないか。それほどでも。さてと、はい、
俺はそろそろここを立とうと思う。なんで？転勤だ。転勤。聞いてるかもしれないが、この度桜田工務店が事業拡大するねんな。いやすごい、まあ、やっぱ利益出てんねやんな。それほど。それほどでも、どこ行くの？ここから北のゾーラの里のさらに北、アッカレ地方だ。今、ゾーラの里に、で、行ってるから、いや、でも時系列的に行ってないんかな。行ってる、まあ、行ってるんですよね。行ってるから、次の時に出すかな。うん、うん、うん。で、アッカレ地方に、じゃあこいつは転勤して、じゃもしかしたらそこに行ったら会える可能性があると。頑張ってね。冷た。あ、もう行くんや。さて、名残惜しいが、そろそろ行くとするか。お前もよかったら、アッカレ地方まで遊びに来てくれ。あ、じゃあ、ゾーラの里が終わったら、行きます。じゃあ、達者でな。いや、BGM。寂しい。バイバイ、榎田さん。寂しい。羽ばたけ、桜田工務店。あ、それもミニチャレンジとしてあるんや。うん、はい。さて、やっと人らなくしたわね。ところであなた、まだまだ生きる高顔してるね。ふふ、言わなくてもわかるわ。家買っただけで中身は空っぽだものね。そうなんよ。高。安。はい。いや、えのきだ聞いたから、作ってほしい。いや、装備スタンドでしょ。いや、武器スタンドでしょ。うん、お願いします。あれ、どういうこと。うん、じゃあ早速作業に取り掛かるわ。はーい。え、カツラだ。行くわよ。あウィス。ああ、あ、そんな二人でしやなあかん作業なんや。いや、男らしい。男気。桂田さん、えのきだらさんがどうってます？いや、まあまあまあ、お金貯めに行ったんですよ。岩ロックとか倒して。でも、おかげで年次ボーナス入るっす。これで、はい、そうやったら嬉しいね。その彼女とうまいもん食べに行くっす。うんうん。美味しいもん食べに行ってくれ。じゃあ、家の中に入らしてもろて。あ、こんな感じだよな。あ、持ってるやつしか飾れん。まあ、これをそう飾りたいよね、マシンの。いるね。で、まあ、ゾーラの体験。これも飾りたいな。おお、いい感じですね。